素敵な彼女、素敵な友達、美味しい食べ物、素晴らしい音楽、あらゆる快楽に包まれて生活する。それが何百年続く、それが何千年続く、それが何万年続く、それが何十万年続く、それが何百万年続く、それが何千万年続く、それが何億年続く、それが何経年続く、それが何概念続く。それでもまだ終わらないの。これほどの時間が経っても、無限の前では一瞬と変わらない。さらにそれまでの時間の何千倍、何億倍、何概倍しても、無限の前では一瞬に過ぎない。素敵な彼女、素敵な友達、楽しい生活を永遠に繰り返す。数千年かあたりに拓司くん、この幸せな生活に嫌気がさすかもしれない。素敵な彼女を殺し、素敵な友達を殺し、楽しい生活を終わらせようとするかもしれない。でも、次の日の朝になるとまた、素敵な彼女、素敵な友達に囲まれた、楽しい生活が始まる。拓司くん、はじめのうちは殺しの快感に酔いしれ、毎日、素敵な彼女、素敵な友達を殺し続けるの。でもそれも、何百年かで飽きて、もう、今度は自殺しようとするの。もう、いいです。拓司くんは死ぬの。でも次の瞬間には、許してください。素敵な彼女、素敵な友達、に囲まれた楽しい生活が始まるの。拓司くんは発狂するかもしれない。やめて。でも強制的に幸福になるため、精神は普通の状態に戻される。うん。やめて。それからも、素敵な彼女、素敵な友達、楽しい生活。やめて。それらは永遠に続く。無限に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 続く。もうやめてください！それも嫌なの？いや、嫌ですよ。そんなの嫌に決まってますよ。やめてください。死ぬのも嫌、永遠に生きるのも嫌。拓司くんってわがままなのでは？ほっといてください。何もしたくない。でも愛されたい。な、何を？傷つきたくない。でも愛されたい。もうやめてー！生きるのも嫌、でも死ぬのはもっと嫌。嫌なことばかり。嫌々縁に隔離されるかもしれない。